1960年代の東京の保育所保育所は保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育を必要とする乳幼児を預かり保育することを目的とする通所の施設。日本では児童福祉法第7条に規定される児童福祉施設となっている。本校では日本の保育所について解説する。施設名を保育園とする場合も多いがあくまでも 保育園は通称であり、同法上の名称は保育所である。なお、市区町村の条例で、施設名を例々保育園と定める例がある。保育所における保育では、養護と教育が一体となって展開される。ここで言う、養護とは、子どもの生命の保持及び、情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、教育とは、子どもが健やかに成長し、 その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である。ただし、教育に関しては、義務教育及びその後の教育の基礎を培う、ものとしての満3歳以上の幼児に対する教育は、除かれている。児童福祉法には、厚生労働省児童家庭局が管轄する児童福祉施設として、保育所を次の通り規定している。 児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針に基づき年齢や子供の個人差などを考慮した上で保育を行う。内容としては、養護に相当する生命の保持及び情緒の安定、並びに教育に相当するご領域を根本にしている。保育所では子供の生活や遊びを通して、これらが相互に関連を持ちながら総合的に展開される。 保育の方向、狙い、季節、行事などを織り交ぜて1ヶ月の保育内容をまとめた、月案、1週間の保育内容をまとめた週案、1日の保育の流れをまとめた日案を保育士が作成し、それらに沿って保育を進めていくのが一般的である。保育可能な時間は保育所や自治体により異なる。7時から19時までが一般的であるが、 22時まで解消する例も増えている。盆休み、年末年始を解消するかどうかの対応も保育所や自治体により異なる。少数ではあるが、放課後児童健全育成事業実施要項に基づく、放課後児童健全育成事業が保育所施設内で運営されている場合がある。近年では、地域の子育て支援センターが併設されているケースもあり、園庭開放や、 イベントや子育て相談を行っている。また入所していない児童を一時的に預かる一時保育も実施されている。認可保育所とは、児童福祉法に基づき都道府県、または、政令指定都市、または、中核市が設置を認可した施設をいう。認可保育所には、いわゆる認可保育所の他に、小規模認可保育所と、夜間認可保育所があり、認可に際しては、 児童福祉施設最低基準に適合していることの他に保育所の設置認可の指針小規模保育所の設置認可の指針や間保育所の設置認可の基準の要件を満たす必要がある。認可保育所に適用されている国の児童福祉施設最低基準をなくし地方自治体の条例で定めることにするという法案が国会に提出され議論が浮上している。 児童福祉法上の保育所に該当するが認可を受けていない保育施設は認可外保育施設または認可外保育所と呼ばれ設置は届出制である無認可保育所と呼称されることもある地方自治体が定めた基準を満たしたいわゆる無認可保育所についてその地方自治体が独自に女性監督等を行う場合があり厚生労働省では 地方単独保育事業と呼称する。例えば、東京都では認証保育所と呼ばれるものである。が挙げられる。母子、父子家庭福祉の観点からこれらの世帯に対して優先順位を設ける場合もある。また、この他にも、下記の状態が入所要件として挙げられるが、その場合は入所の優先順位が低くなる。かつて保育所への入所は、保育にかける家庭への 措置として扱われていたが、現行制度上は契約として成り立っている。多くの自治体で、保育料は保護者の前年度の所得や所得税、住民税の課税状況と入所時の年齢から算定される。園児の入所時または年度初めの年齢により3歳以上と3歳未満で区分する場合が多いが、0歳児、1、2歳児、3歳児、4歳以上児等の区分を設ける。 場合もある。同時に、複数の子供を保育所に入所させている場合は、入所時数に応じて保育料の減免が行われる場合が多い。納付方法等納付方法は、市区町村によって異なる。口座振り替え等で直接市町村に納付する方法を採用している市区町村もあれば、保育所が集金を実施する市町村もある。なお、児童福祉法では、 保育料の未納を理由に児童を対処させることはできない。未納が発生した場合は市町村等からの督促等により納付を促すが近年の保育料の未納額の上昇により給与等の差し押さえ等の法的手段を講じる自治体も多い。入所日からその年度が終わるまでに子供の年齢が一切上がっても年齢の区分が変わることはない。 そのためせ年月日が同じ子供でも年度途中などで入所した場合は保育料が異なったり学級が異なったりする場合もある。厚生労働省の集計による2012年4月時点での保育所の状況は下記の通りである。保育所利用児童数は1975年の199万6082人をピークとして少子化の進行により1994年まで。 減少傾向が続いていたが、1995年以降は上昇傾向に転じ、2004年に196万6929人となり1975年のピークを超えた。その後もさらに増加を続けている。これは、1973年生まれが5歳であった1978年度をピークとして園児数が減り続けている幼稚園の状況と、 1994年以前は類似していたが、1995年以降は明らかに異なる。保育所の利用を希望しても定員超過のため受け入れられない待機児童が都市部を中心に問題となっている。保育所の状況によると待機児童の多くは1から2歳児が占めている。これは保育所の年齢別受け入れ可能定員が3歳未満児は少ないためである。 また、待機児童は関東と近畿の7都府県及びその他の政令市、中核市で全体の77.7%を占めている。待機児童の多くは認可外保育施設に入所する見かけの待機児童と推定されており、認可外保育施設等にも入所できない真の待機児童は少ないと推定される。なお、地方自治体による統計では、 自治体による補助を実施した認可外保育施設に入所する待機児童は待機児童数から除外する場合もある。2013年に政府と厚生労働省は2年後の2015年に全国の待機児童をゼロにする数値と時期を明示した政策を発表した。横浜市は2013年4月1日時点での待機児童ゼロを達成したと発表した。近年、 待機児童解消のために大都市を中心に保育所の整備が進む中、保育士の深刻な人材不足といった新たな問題に直面している。保育所整備を進める上で大きな障害になることが予想される。幼稚園は学校教育法による幼児教育施設であり、同法第一条に規定される学校の一種である。指導は幼稚園教諭が行う。 3歳未満の子供は対象ではない。始業時間は9時頃、就業時間は正午前または弁当日にも14時前後であるが、近年は預かり保育が多くの幼稚園で実施され、実質的就業時間は17時頃まで拡大されている。保育所の管轄は厚生労働省、幼稚園の管轄は文部科学省である。立地面では保育所は すべての用途地域で建設できるのに対して、幼稚園は学校としての規制により、工業地域、工業専用地域では建設できない。幼稚園で担任になるには、都道府県の教育委員会が発行する幼稚園教諭免許を必要とするが、保育所では国家資格である保育士資格が必要である。保育士のほかに、例祭事保育特別対策事業として、 地方自治体が定める例採児数ごとに看護師または助産師が配置される場合がある。また、給食のために栄養士及び調理員が配置される。幼稚園で配置することが可能な養護教諭、養護所教諭に相当する保育所の職種は看護師または助産師であるが、これらは例採児を対象としており、全年齢を対象としていない。下記のことなどを理由として、 認定子ども園制度が2006年10月1日から開始された。認定子ども園にはいくつかの類型があるが、このうち保育所型認定子ども園と養保連携型認定子ども園の保育所部分は本校でいう保育所に相当する。ありがとうございます。